皆さんこんにちは、プラケです。今日も爬虫類飼育初心者のレオパ繁殖日記やっていきたいと思います。ペイさんがワンクラッチ目の産卵をしてから5週間が経ちました。日数にして36日目、2クラッチ目を産んでから12日目が経ちました。今のねペイさんの体はこんな感じです。お腹の周りもね、少しずつふっくらしてきて、3クラッチ目の卵がね、だんだん大きくなっているのかなと思っています。餌食いも、まあ今のところね、まあ、相変わらずですね、ペイさんの場合は。まあよく食べていて、だいたいコオロギを3匹から5匹、1日おきに与えています。で、今日体重を測ったら、今 79g ですね。ちょっとね、増えすぎかな。だいたいね77とか76ぐらいで産卵できると、まあ、1クラッチ目2クラッチ目と同じぐらいの体重になるので、まあ、その辺でキープできるように体重もね測りながら餌の量をね調整していきたいと思います。 Pさんの場合はだいたい1クラッチ目と2クラッチ目の間がだいたいね24日だったので、その周期で3クラッチ目を産むのであれば、まあ、大体4月19日ぐらいっていうね計算になるんですけど、まあ、個体差はあるとは思うんですけど、ね、2週間おきにね産む個体とかもいると思うので、でもやっぱりその子のね体の中で卵ができる周期っていうのがもしね大体同じような感覚なのであれば、まあ、その4月のね19日あたりが3クラッチ目の産卵になるのかなと、まあ、今のところ思っています、まあ、もしかしたらね早く産むかもしれないので、その辺も、まあ、常にねペイさんの様子を観察していきたいと思います。それで、まあ、先ほどもね言ったように、今日で1クラッチ目の卵が生まれて36日目なんですけど、今のところ変色やへこみとかはないので、まあね、このまま無事孵化してくれたらいいなと思ってるんですけど、ただねやっぱり途中でねダメになることもあるので、あんまりね期待しすぎずに、でも期待するようにしています、まあ、とか言いながらね、もしね孵化するとしたらいつぐらいにね孵化するのかなと思ってね昨日調べてみました、まあ、そうするとネットや本には 1、2ヶ月とか40日から60日とかだいぶねざっくり書いてあるんですよね。いくらなんでもね1ヶ月とかね20日とかだとちょっと幅がね広すぎるだろうっていうことで、リアルなね情報を知りたくて、ちょっとねブリーダーさんとか繁殖経験のある人のねブログをね読みまくりました。それでね調べてみたら、まあ、今うちの卵の管理温度がだいたい30から31度ぐらいなんですけど、その後ね2クラッチ目が生まれてから1度ぐらい上げて31度から32度ぐらいで管理してるんですけど、まあ、その温度でだいたい管理すると、そのブログで調べた感じだとだいたい40から45日前後で孵化するみたいですね。でちなみにもし28度ぐらいの少し低めに設定すると50日から60日ぐらいねかかるみたいです。でですね、最近産卵のね環境のちょっと変更というかね、変更はしてないのかな、ちょっとね産卵床のバーミキュライトを使ってるんですけど、そのバーミキュライトがねなんかすごいね少なくなってるんですよね。でなんかこう掘って外に出ちゃってるからね少なくなってるのかなと思ったら、卵をね管理してる孵化器の方のバーミキュライトもすごいね傘が減ってるというか量が減ってて、ちょっとね卵が底の部分のねタッパーにくっついちゃいそうなぐらい少なくなってたんで、ちょっとね産卵床と孵化器のバーミキュライトを追い足ししました。まあね本当あんまり卵ね動かしたくないんですけど、ちょっとそのままねタッパー時間もあんまり良くないかなと思うので、今回はやむを得ず卵を動かすことにしました。でもねしょうがなく動かすので、まあ、せっかく動かすのであればと思って、ちょっと今のね卵の様子をキャンドリングを今回してみました。あんまりね卵をねいじくり回すのはやっぱり良くないと思うので、この動画をね見てる方はできればねバーミキュライトは最初にね多めに入れて、僕みたいに追い足し
しないようにねしておくと無理に動かさなくて済むと思うので、バーミキライトを使っている方はちょっとね最初多めに入れるようにするといいと思います。ではちょっとねキャンドリングした様子を見てみましょう。これがファーストクラッチの卵ですね。なんかねすごく赤いんですよね。これが果たしていい状態なのかダメな状態なのかちょっと僕はわからないんですけど、まあこんな感じでした。で次にこれが2クラッチ目の卵ですね、まあ、若干ね赤い血管みたいのは見えてるんですけど、やっぱりさっきの卵とはね赤さが全然違いますよね。でこちらがもう1個の卵ですね。こっちもね一応血管みたいのは見えてる感じですね。いやちょっとねワンクラッチ目のあの赤さがいいんだか悪いんだか僕ちょっとわからないので、もしわかる方いたらぜひ教えてください。はい、では長く今日もなってしまいましたが、今日はこんな感じで動画を終わっていきたいと思います。いやペイさんね本当に相変わらず今もね今日のご飯の様子を映しているんですけど、飼い主としてはね産卵をしてなんかね痩せてってしまったりとかそういうのがねないのが本当に助かりますね。やっぱりね卵はね命がけの、卵はじゃないですね、産卵はね命がけの行為でしょうからね。やっぱり中にはね亡くなってしまったりとかする個体もねいるみたいなので、あとは痩せてってしまったりとかねそういうこともねある行為だと思うので、まあ、ペイさんもねその点では今のところ餌食いも落ちず卵もねいい卵を産んでくれているので、このままねあと何回産むかわからないですけど、まあ、しっかりね餌を与えて、まあ、太らせすぎも良くないですけど、まあ、最後までねきっちり卵をねいい卵を産んでもらえるように飼育を続けていきたいと思います。はい、それでは今日はこんな感じで終わっていきます。今日も最後までお話を聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。